はい、次にリアルレゾリューションシステムについてご紹介したいと思います。リアルレゾリューションシステムこちらはペンタックスのハイエンドモデルに搭載されて非常に話題になっている機能の一つです。それが実はこのペンタックス K70 にも搭載されているんです。 どんな機能かと言いますとイメージセンサーを1画素ずつ正確に動かしながら4枚の画像を撮影してそれを合成することによってより高精細な写真を作ることができるそんな機能になりますはい、それでは実際に撮影してみましょうこの機能を呼び出すためには Info ボタンを押してコントロールパネルを表示しますその中でこちらリアルレゾリューションを呼び出します 後ろ電子ダイヤルを操作していただくとこちらの機能のオンオンフをすすることができます撮影する対象の中で動いてしまうものがある可能性がある時にはこちらの動体補正をオンに可能性がない時には動体補正をオフにしておいてください通常の設定で撮影した写真とリアルレゾリューションシステムを使って撮影した写真を見比べてみましょうどうでしょう拡大するとその違いは一目瞭然です これらの多彩な機能を余すところなく活用していただいて、皆さんの写真生活をより豊かなものにしていってください。いかがでしたでしょうか。このビデオが皆様のお役に立つことを願っています。さて、このペンタックス K70 ですけれども、今回ご紹介しきれなかったまだまだたくさんの機能が満載です。ぜひじっくりと付き合ってみてください。